はいどうも、りょうへいでーす。今回はこの前めちゃくちゃのノックを打たれたので、ちょっと仕返ししていこうかなと思いまーす。この前だいぶ痛めつけられたんで、まあ自分ができる限りで本当痛めつけられたらなと頑張っていきます。ではちょっと張本人を呼んでまいります。しらいさーん。何？待てんの。どうしたえ、ちょっとこの前、めっちゃ強いノック打たれたんで、いや、仕返しやっていこうかなと。仕返しこれ皆さん、良平の本気はね、俺からしたらね、ピコンすから余裕っす。いやでも、今回はゴボって使う。まあ俺も使ったからな。力を借りて俺に力を分けてくれ。仕返ししていきます。大丈夫ですか？はい、大丈夫。これ超えたらマジで弁償ね、ボール。あ、はい、あった、わかりました。はい、お願いします。なんで全然いいっすよ、良平ぐらいだったら全然いいっすよそうですね、僕の体力でどうなるかわかんないですけど、うん、全然大丈夫っす。まあでも最悪ノック打てればいいんだよ、僕も。これ俺あんまビビんなかったら逆に倍返しだよ。やばい、うん、これ倍返しの可能性あるからね。ちょっとノック上手くなる練習でもなるのかなと思う。はい、お願いします。それではやってまいります。はい、あー、じゃあラスゴー。これだっけ、これね。はい、はい、これ。あー、あー、これは怖いぞ、ゴング出したの怖いっすよね。よしよし、はい、こい。はい、よ。やべ、イージーしか行かねえぞ。よっしゃー、よっしゃー。かぶる対応に、待って、やっぱ必要だ。何この練習。やべ、力入ってこない。おい、そう、おい、そう、今の残ります。いや、今のいいね。はい、あ怖いですね、これ両平さん。いいです。あ怖い。あはい、お疲れした。お疲れした。どうすか。僕が疲れました。疲れました。じゃあ帰ろうか。よし、帰ろう。さあ、さあ。動こう。動こう。これ遅かったよね。すごい。あれ、行くぞ、いかしら。はい、はい、映画の時打てるわ。あ、映画超すごい。あ、いや、
あっ、よっ、あー追いつかなかったっすね。お疲れ様でした。ずいぶんちっちゃいけど大丈夫。疲れた。すげえの行こうじゃんこれ。いや、あの全然バス線が160の方がマシっす。マシっすね。確かに。いや本当に今ちょっと下がったんです最後の方。はい。さすがにちょっとこの準備ができないかなと思って、準備しやすいようにちょっと下がって距離をつけたんですけど、もっと上になった。下がれば下がるだけ打球変わるしみたいな。そうですね。でノックもやっぱり、ね、近いと危ないし、はい、遠かったら、ほら上に上がっちゃった場合ボリちゃうんで、いややっぱノックはまず上手くならないとなって、そうそう、ノックの練習をまずした方がいいですね。はい、あの、はい、力入れて打っちゃうとやっぱ上がっちゃったりとか、そうですね。それもあのバッティングと繋がってます。結構繋がってるんで、それをちょっとやった方がいいと思います。はい、もともと多分俺こっちの方が得意で、こっちが苦手なんですよ。はい、確かにこっちはスパンスパン、そう取ってたと思う。こっちは苦手です、こうやって逆なんですよ、ここなんか怖いですよ。こっちの方が取れないですか。すごいね、なんかそういうのがあるんですね。はい、皆さんはどちらが怖いですかね。気づいてない人いると思うんで、はい、結構そういうのあるということで、うん、まあ、はい、それで冬どっちの打球を多めに取るかとかで練習もできると思うので、そうですね。はい、というわけで今回は前回の復習ということで翔平 TV にこう仕返しということで、まあ、倍返しされましたね。倍返ししまして、まあまたね、後日またノックでやって、はい、互いにこうね、ノックでどんどん守備力を上げていきたいなと思ってますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。また見て、ありがとう。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。逃げ道を Rainbow Play Life 断ち切るのさ。